れた後にある晩御飯の不思議、あれは魔法だろうか、目の前がにじむ正義のロボットの剣で弾かいたピアノ、見事に傷だらけ、こんなはずじゃなかった。大きくなるんだ、伝えたいから、上手に話して知ってほしいから、なんて言えばいい、何もわからない、君の願いはちゃんと叶うよ、楽しみにしておくといい、これから出会う宝物は宝物のままで震えていく、三輪車どこまでだって行けた、ヒゲじいがくれたクマはよく見たら犬だった、プラスチックのなんとか剣で傷つけたピアノ、無用のつもりだった好きになろうとした、大きくなるんだ仲間が欲しい、パパが本当は優しかったこと、面白いママが実は泣く時もあること、おばあちゃんが君の顔を忘れたりすること、ヒゲじいあれは犬だって伝えようがないこと、いつか全部わかる、ずっと先のこと、わかる、メソメソすんなって、
その謎は僕より大きい、君が解くのかな。こんな風に君に解くのかな。